はようございます、こんにちは、こんばんは。バス釣りの話でございます。皆さんどうもごきげんよう。今日はですね、はい、6月1日にですね、はい、まあ、太鼓の達人がですね、なんか新しい曲が入るみたい なシステムが新しくなるみたいな感じで、まあいつもあのコメントくれる方がいるんですけれども、まあその方が6月1日にぜひ行ってくださいみたいなことをね、まあそこまで言ってないか、変わるんですよみたいな感じが出たんで、まあ娘ちゃんとね、うん、いやなんか6月1日から太鼓の達人が新しい曲できるらしいから、まあ行こうかみたいな話をしてて、まあもちろんね娘ちゃんもね太鼓の達人が好きなので行こうねみたいな話して、まあ6月1日ですよ、行ってきたんですよ。そしたらほんとさ、まあガチ勢って言うんですか、太鼓の達人ガチ勢がさ選挙してて、娘ちゃんできなかったんですよ。あれ良くないね。まあ確かに、どれくらい待ったかな、20分くらい待ったんですけど、まあ結局できなかったんですけどね、結論から言うと。腕はすごい上手かった。みんななんか銃弾とか、ね、めちゃくちゃ上手い人たちでしたね。で、まあ、娘ちゃんがよく行くゲームセンターは、まあ太鼓の達人が3台あるんですよ。うん。で、3台あって、まあ普通だったら、一回100円で遊んだら、みんなで交換みたいな感じで、まあ、独占したりはしないんですよ。うん。で、その時は、なんか知んないんですけど、3台、太鼓の達人のね、機械があるって言ったと思うんですけど、3グループぐらいがいて、その3グループが、その1台、ないし3台を全部、なんですか、交換でやってて、なんか他を排除しちゃってるみたいな感じになっちゃってて、まあ、いつもは、なんか小さい子とかが、太鼓の達人やったりして、なんかほんわか空気でやってるんですけど、まあ、その時は、なんか、雰囲気悪かったっすね。鉄火場みたいになっちゃってて、そうっすね。まあ、年齢層は、高校生もいたけど、まあ、20代、30代ぐらいの人もいて、まあ、その人たちがずっとね、独占しちゃって、まあ、娘ちゃんができなかったんですよね。というか、どうやって並んでるか、いまいちよくわかんなくて、まあ、ただ待ってるみたいな。けど、どこに、ね、並んでるかっていうのはなんか微妙な、なんていうんですかね。まあハウスルールじゃないですけど、なんかコンビニエンスストアの、順番に並んでくださいみたいになってないんですよ。だからやんわりやり始めるみたいな感じなんで、まあ、待てと暮らすと全然回ってこないんですよ。うん。あ、終わったみたいな。終わったと思ったらなんか違う人がまたコイン入れちゃって、すぐ始めちゃうみたいな。で、終わったと思ったら、その人が終わったと思ったら、また違う人が入れちゃうみたいな感じで、全然なんか、うん。やりたい人がやればいいんじゃないみたいな感じになっちゃってて、まあ、ちょっとね注意しようかなとも思ったんですけど、けどまあね、いいおっさんが子供連れてね、なんかギャーギャー言うのもいかがなものかなと思って、まあ黙って見てたんですけど、うん、ダメだよ、うん、ライトユーザーがこう排除される、まああらゆるコンテンツ、まあゲームでも何でもいいんだけど、うん、ああいうのってそうなんですよ。小さい子とかが、まあね、初心者、小さい子とか初心者とかやったことない人が気軽にできるようなコンテンツにしていかないと、この先、ダメになって、オワコンになってきますよ。うん。それをね、言おうかなと思ったんだけど、まあ、こいつらに言ってもどうせわかんねえだろうなと思って、ちょっと呆れてみてたみたいな。ほんと、ひどかったっすよ。まあ、普段は、なんか小さい子がやるための、なんか、踏み台みたいなのが置いてあるんですけど、全部撤去されてて、まあ、多分、あいつらが撤去したんだと思うんですけど、まあ、そんなことされちゃったら、もう小さい子できねえじゃん。だから お父さんとお母さんとか来てる、ね、人とか多分ね、寄りついてなかったね。普段は結構やっぱり、太鼓の達人ってやっぱりあれじゃないですか。まあ誰でも簡単にできるゲームじゃないですかね。まあ難しい簡単はあると思うんですけど、まあ簡単なゲームじゃないですか。ね、リズムに合わせて、まあバチでね、太鼓を叩くゲームなんで、うん、まあ誰でも入りやすいね、ゲームだと思うんですけど、まあその日はね、家族層で、ね、ゼロでしたね。まあうちらをね、覗くとね。いやー、ほんとね、良くないね、ああいうのはね、マナーがね、ちょっとなってないかなと思ったんですけど、まあね、新しいね、曲が入ったから、新しいシステム、ちょっとよくわかんないけど、うん、が入ったから、まあ、やりたいっていう気持ちはわかるんだけど、うん、けどですね、30、まあ高校生ぐらいはちょっと、まあしょうがないかなって気がするけど、まあいい大人、まあ20代、30代ぐらいの人が、子供がね、いるのに譲らねえっていうのはね、いかがなものかなと。ね、子供のね、小学生のさ、お小遣いなんてたかが知れてるわけだって、独占なんかできないんですよ。今、いいとこやったって、
200円300円ですよ、うん、それをさちょっとさ譲らないってのはいかがなものかなと、うん、それとさやっぱりねあの太鼓の達人って、うん、本当家族層のゲームなんですよ。多分ゲームセンターとしても売りたい商品なんですよ、うん、やってほしい商品か。だから、まあ、どこのゲームセンターもいいとこに置いてますよ太鼓の達人は、うん、あとねいいとこに置いてるのはマリオカート、うん、でマリオカートってすごくてやっぱり子供にやってもらいたいんでしょうねゲームセンターも、うん、小さい子用にあるんですよレースゲームなんだけど。でなんか奥の方の暗いちょっとなんていうんですかそうですねなんか競馬ゲームみたいなマージャンファイトクラブとかそういうなんかマージャンとかあるところ に置いてあるのがなんかワンガンミッドナイトとイニシャル D があるんですけど、そこにはレースゲームだけど後ろ置いてないからね。やっぱり、うん、手前にあるゲームっていうのはうん、ライトユーザーが遊ぶゲームなんだと俺は思うけどね、うん、まあねヘビーユーザーやってもいいんだけど、ヘビーユーザーが俺が楽しいからって言ってゲームセンターをそうですね独占するのは本当いかがなものかなと思ったよね。なんか太鼓の達人のね未来が心配になった正直、うん、ねやっぱりね、まあ、娘ちゃんがね好きなゲームだから子供たちがねやってほしいゲームではあると思うんですけど、いい大人がね、うん、ちょっとね、うん、いかがなものかなと思いましたね、うん、今日はねゲームセンターで、ね、あったちょっと嫌な思いというかね、まあしゃあねえけどな、うん、以上の話になります。建築再生をぶっ壊す。